プラス A をご覧の皆様、ミュージカルホープに出演いたします高橋恵子でございます。今まで、ミュージカルに挑戦しようと思ったことはありませんでした。でも今回、こういうお話をいただいて、何か与えられた、やってごらんって言われたような気がして、できるできないは二の次にして飛び込んでみました。台本を読んだ時のイメージを強く持って、時代背景ですとかそんなことを意識して、何かそういうものを調べてみることもありますし、何かしながらもいろいろこうイメージを膨らませるというか、初めて演出されるそうですね。私も初めてミュージカルに挑戦いたしますので、でも初めての時しか出せないパワーってきっとあるような気がしてるので、ぜひニーロさんからもたくさんいただいて、私もそれに応えて力を出し切りたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。あります。2度あります。向こうで最初に行った時に冷麺がすごく美味しくって、スープが違ってて、もちろん麺も細い麺の冷麺でしたけど、やっぱり本場の冷麺と美味しいなという印象がありますので、冷麺は食べにまずは行ってみたいかな。この世に生まれてきて、いろいろな経験の中から すごく、愛情っていうんでしょうかね、を確かめられたりする瞬間の記憶はなくしたくない。物に執着がないもんですからね。結婚指輪もどっか行っちゃったっていう、とてもね、公にできないそれ擬人化していただこうかな。ここにいるよとかね、もうこの世にはいないよとかね、結婚ですかね。その当時は結婚したら仕事がなくなるよと言われる、まだそういうコマーシャルもなくなるよとかで、なくなってもいいと思って結婚を選びました。なかったです、夢は。生まれてこれただけでもよかった。食欲と文化的なことですかね。一応そういうことにしておきましょうか。もうたくさん歌ったし、焼肉行っちゃうみたいな感じですかねちょっとうっかりしてるところがあります。でも体制に影響はないので、そういうことで怒らないでほしい。ちっちゃいことは多めに見てほしい。その一本その一本がかけがえのないものだと思っているので、その作品にやっぱり誠心誠意向き合うということですかね。はい、最近ね、柚子のエキスなんですけれども、それ結構おいしい柚子を見つけて、とんかつソースプラス柚子の、これ今度試してみてください。意外と合いますそうですね、ここから千秋楽まで本当にこうできる限りの力を発揮しながら、2021年コロナで大変だったけれども、希望はあったよね、ホープをやったからねっていうふうに言って終われるようにしたいなと思ってます。